この度、卵は1日1個までと、言った間違った情報を、2015年に、分かって、いたにもかかわらず、今まで、知らしめて、周知できていなかったことを深くお詫び申し上げます。卵についてはですね、1日1個と、卵1個のコレステロール値がですね、200ミリから300ミリグラムあるということで、卵は1日1個ということで、お話をさせていただいておりましたが、2015年にですね、コレステロールの摂取量は低めに抑えることが好ましいと考えられるものの、目標量を算定するのに、十分な科学的根拠が得られなかったということで、目標量の算定、表示は控えさせていただいたといった経緯でございます。つきましては、2015年当時にですね、もっと皆様に知っていただければ、卵をもっと、食べていただくことができたのかなと、反省しております。私におきましても、寝に見に見に、私におきましても、先日、この事実を知りまして本当に寝耳に水といった状況でありまして、私からは何をしていいかと、もう謝るほかないなということで、このような場を設けさせていただきました。非常に申し訳ございませんでした。